はい、今日もビームくんのお散歩に行きたいと思います。ビームくん、よちよち歩きだれいております。ビーム、お、待っててくれるんだ。はい、じゃあ行きますよ。おっと、ビームくん走り始めた。これは待つ気ゼロだ。はい、じゃあね、行きましょうか。この日もビームくん元気な走りを見せております。おい、ビーム、お前どこ行くのよ。そっち違うよ。おいで、こっち。ビーム、頑固野郎です。最近ビームくんね、頭を使ってですね、雪のないところを選んで歩くようになりました。しかしビームくんはもう休みとなれば毎回毎回何が楽しいのか黙々とペットショップに向かって歩いております。目が真剣です。はい、飼い主の目線からぐーっと下がるとやつが現れます。しかしあのビームくんの上に乗っかってる王子様、相当暴れてますね。ビームくんのお友達、今日はカートの中です。ビームくん、おやつ。相変わらず単純な犬でございます。ビームさん、何してんの。マーキングか。はい、じゃあとっととマーキングしてね。こっちおいで。はい、ビーム、おいで。逃げやがりました。ビームくん自由です。今若い女の子は走ってきましたけども、ビームくんなぜか見ております。さあ、ビームくんどうすんだ。そして女の子はビームくんに並んだ。おっと、ビームくん走り出した。一緒に走り出しました。アホです。そして追いかけております。ペットショップに戻るなり、店員さんからのおやつタイム。お前ゴリラ目当てなんじゃないか。やつは試供品の小袋全部空気です。こちら珍しくですね、照れてるビームくんでございます。ということで残り一粒です。はい、ビームくん完食でございます。さあ、ビームくんはね、食ったし遊んだし、あとは帰るだけです。はい、顔出して。はい、ビームくん、なんか結構そこさらね。まあいいや。じゃあ、はい、モッパーのビームくん帰りますよ。はい、そしてビームくんは寝ております。何のための散歩なんでしょうか。